はい、今回は理科分野の基礎、太陽の動きを説明していきます。普通というか、大人が思うところには太陽、東から昇って、西へ沈む。これ、あまりにこう普通すぎて意識をしないんですが、なかなかこういうのを意識してない小さいですね、隠れの低い子どもがいます。これは太陽が動いているわけではないということが一点ですね。地球が動いている。普通なことなので、なかなかふっとこう出なかったりします。欧州間では22年度にこれを使った問題が出ています。東京、長崎で日の出がどっちが早いか。東から出るので東にある方が早いということですね。これは条件一切なしで、この知識をポンと聞いている問題でもあります。たまにこういった問題がありますが、やはり基礎知識は必要です。いくら欧州間直接聞きませんとは言っても、学校で学んだこと、こういったものは当たり前として使われますから、25年度、今回も鏡の反射、これも例はありましたけども、こういうものっていうのが普通に使っています。こういった本当にされること、日常生活から見える基本的なこと、これはあえて確認をしなくてもいいと思いがちですが、何かの際には、家族で話をしたり、こんなこともあるよねと、会話を兼ねていろんな話をして、理科を勉強ではなくて知識として植え付けておいてください。いつでもどこでも、こう、引っ張り出せるようにポンとこう引かれて、考えにポンと出るように状態に持っていってください。